マリーザバロスマリーザバロスは、ポルトガルの女子マラソン選手、パソスデ・フェレーラ出身。マラソンを始めたのは2007年と遅いが、翌年の2008年には、北京オリンピックに出場し38位となっている。2009年に、セビリアで行われたマラソンで2時間26分3秒の、自己ベスト記録を更新、ポルトガルにおいてもロザモタ、マリアマヌエラ・マシャードに次ぐ、歴代3位の記録であった。 同年のベルリンで開催された世界陸上のマラソン競技では6位入賞を果たした。2010年には大阪国際女子マラソンに海外招待選手として選ばれ出場した。レースでは終盤まで先頭集団に残っていたが、3位の尾崎真理が遅れた後、一気打ちとなったエチオピアのアマネ、ゴベナには38キロ過ぎから引き離され、惜しくも2位となった。大阪国際女子。 マラソン、バロス、最初から飛ばす外国勢一部選手村入村早速、練習。産経新聞。2010年2月1日閲覧。赤羽が38キロ過ぎで途中危険、優勝は5ベナ。スポーツナビ。2010年2月1日閲覧。ありがとうございます。